番の位置ですね、単層2000式配電線の電圧効果、でですね、まず高調が短い場合ということなんですね。じゃあ長い場合とどういうふうに違うか言ったらですね、これですね、XL 誘導線のリアクタンスがありませんよと、電線短い場合はね、それで、交差します。でただし負荷はですね、力率が 0.8 ですよと、抵抗負荷だけじゃありませんよと、こういうことなんですね。はい、それでまずはですね、受電端の電圧ですね、それから電流はですね、ここで力率がありますんで少し遅れます、こうね遅れます。でこれが I ですね。そうすると、この電流に対してですね、ここのですね、ドロップがあるわけですね。こういうふうに今同じですね、こう点線でいきますね、こうシーターだけのですね、こうあるわけですね。で、IR のですね、これ2つですからこうなるわけですね、これだけボルトのドロップがまあありますよ、こうなんですね。で結局これとこれのベクトルですね、これです、これが、VS とこうなるんですが、まあこの電圧に対してなんでこのですね、非相電流のドロップが出るかということなんですけど、これは交流回路をですね勉強された時にこういうですね、これがまあ E ボルト、これが R オーム、X オーム、こうしますとね、まずインピーダンスのですね、ベクトルですね、これはどうなるか言ったらですね、こちら側に X ですね、でこちら側に R が来てこうなんですね、これがまあ Z で、これが θ なんですね。それから電流ですね、電流のベクトルはどうなるか言ったらですね、こうなって、まあ電圧のベクトルがあって、こ有効の電流があって無効の電流があって、それの合成がですね、これ非相ですね、これ、はい、これです、これです、これ非相ですね、非相電流がこうなります。でこれがまあ θ なんです。それからもう一つですね、電圧ですね、電圧はどうなるか言ったら、これ IR のですね、これはまあいわゆる、V の R になるんでしょうかね。それからこちら側が V の X で I の X をですね、こういうことになるんですね。でこういってこれが E になります。でこれが θ ですね。でこれをですね、ちょっと θ だけずらしてみますとね、こうなって、それからこれは非相電流のあれがありますんでね、ベクトルと重なりますんでね、ここは。はい。そうすると、これは結局、ここが θ ですね。こういうことになるんです。これね、電圧に対して θ だけ送れますよ。これですね。電圧に対してですね、θ だけ送ったら、ここにですね、IR というですね、まあ、これですね。IR、これだけのドロップが出ますよ。こういうことになるんですね。だから、これと VR とこの2倍の IR ですね、こう2つありますね、2倍の IR のベクトルを合成したものがこの、こちら側になりますよと、こういうことになるんですね。ここをこう延長して、ここ水線を下ろしますね。そうすると、ここがですね、2倍の IR のここ θ ですから、コサインの θで、ここは2倍の IR のサインシータと、こうなりますんで、この直角三角形ですね、この直角三角形はどうなるか言ったらですね、 VS の事情はこれですね、VR プラス2倍の IR コサインシータですね、これの事情プラス2倍のIR のサインシータですね、これの事情と、こうなりますので、
がですね、ここは非常に小さいね。そうなりますと VS は VR プラス2倍の IR コサインシータ、こうなって事情上取れますんでね、こういうことになりますよと、こういうと思いますね。それでは例題をねやってみます。送電電圧が210とで、電線の抵抗が 0.5 ohm ですね。それから、負荷の力率が 0.8 ということですね。で受電端の電圧はいくらになるかと、こういうことですね。VS イコール VR、プラス、2倍の IR コサインシータですから、VR は VS マイナスの2倍の IR コサインシータ、こうなりますので 220-2×10 ですね、かけそれから 0.5×0.8、 こうなります。 220-20×10.8 ですね、はい、212V。はい、問題1ですね。こういうふうな回路がありますよと、ここで 5A とす、でここで 5A ですから、だからここは 10A ですね、ここは 5A ですけどね、でここで 10A を使うんで、これはここは 20A 流れますよ、こういうことですね。はい、そうしますと、で今ここがですね 210V ですから、ここの電圧ですね、ここの電圧はどうなるか言ったら、 210V からここのドロップとここのドロップとここのドロップを引いてやればいいですね。 210V 引くですね、2× ですね、 0.1 ですね、これ片っぽだけが 0.1 ohm ですから、往復になりますのでね、2をかけないからですね。はい、それから 20A ですね。はい、それから足すことの 2×0.2×10 ですね、足すことの 2×0.2×5 ですね。はい、そうするとこれは 210-4+4+2 になりますから、210から10を引くことになります。で、200V になりました。はい、問いにですね、こういう、まあ、ABCD という、ジョイント点がありましてね、どこへそのつないだら一番ですね均等に電流が、いくか、まあ、言い換えればですね、このバーですね、銅のバーを一番その細くて済むジョイント点ですね、それはどこかと、こういうことですね。まずあの A 点ですね、 A 点に給電した場合ですね、どうなるかということですね。そうすると、20アンペアこっち行きますんでね、だから、30プラス40プラス50ですから、これ120アンペアですね。こちらが120アンペアでこっち20と言いますね。はい、それから B 点ですね、 B 点に行くとこれ30入るんですが、こちら側にですね20アンペアですね、それと、こっちとこっちに行きますね、40アンペアと50アンペアですね、これは差が70アンペアですね、こういうことになります。はい、それから C 点ですね、 C 点ですとこっちに20と30ですね、20と30で、それから、こっちですね、こっちに50ですね、こうなるんですね、これ0アンペアですね、ということはこっちに50、こっちに50で均等に行きますよということですね。それから D 点ですね、 D 点に入れた場合はこちら側にですね20プラス30プラスこれ90アンペアですね、ということはここにジョイントしたらですね、こっちに90アンペア行きますということは90アンペアのここはですね、バーがいるわけですね。はい、ここはだから C 点にジョイントすると50アンペアの、
まあ、同倍ですか、銅線がいればいるようですね。一番まあ少なくて小さい細い銅線で済みますよと、こういうことなんですね。したがって正解は C 点と、こういうことになります。